はい、こんにちは、パンサイマーのジェイです。水星の魔女第12話をもう12回ほど視聴して、サイコタヌキによって私のトマトがフレッシュになっております。ですが皆さん、第1期を通してこう思いませんでしたか？あれ、エリクトはどこ行っちゃったの？エリクトはどうなったのか？ご安心ください。第12話でエリクトの存在は明確に示唆されていました。最終話のある音声に注目すると、エリクトはどうなったのか、そしてプロスペラの目的とは何なのかが新しく見えてきました。まず結論から言いましょう。第12話のスレッタは部分的にエリクトが憑依していました。これは断言できます。なぜか、それは発言が幼稚だから、笑っていたからというような理由ではありません。あのシーンをよく見返すと、エリクトにしかできない能力をスレッタが発揮しているんですね。それも今までスレッタができなかったことをやってのけています。説明していきましょう。最終話で問題となるシーンはここです。そう、エアリアルがなぜか地球寮の無事を確認できたということです。そしてもう一つ、スレッタがなぜかミオリネがどこにいるかが分かったというシーンです。これは明らかにスレッタが今まで持っていない新しい能力でした。この第12話のシーンとプロローグを比べると、エリクトの能力がスレッタに乗り移っていたということが分かります。まずそもそもエリクトの能力とは何でしょうか。大きく3つあります。一つはパーメットの負荷を無効化し、データストームを無効化できる能力です。二つ目は AI と同調し、ガンビットのような複雑な兵器を有機的に動かすことです。そして三つ目はエリクトの空間認識能力です。エリクトはこの三つの能力があることで、究極の兵器として扱われ、エアリアルの中に入っているという考察をこのチャンネルではしてきました。特に一つ目や二つ目の能力は今まで分かりやすい形で出てきましたが、三つ目の空間認識能力とはどういうことでしょうか。詳しく説明していきましょう。エリクトはプロローグで AI と同調してガンビットを動かしています。画面をよく見ると、エリクトは敵を認識して標的を指示しています。この時エリクトは標的をモニター上に見つけて、目で見て敵を指定していたと考えられますが、これは違います。まずはっきりしていることは、ルブリス AI はエリクトが標的を指示する前にロックオンしています。ここで何が言えるか。エリクトとルブリスは神経接続され、エリクトはルブリスが装備する全てのセンサーの情報を処理することができたのではないでしょうか。エリクトは目による視覚情報だけではなく、ルブリスのカメラアイやレーダー、ガンビットに装備された様々なセンサーで戦場を立体的に感じることができた。要するにエリクトは宇宙世紀でいうニュータイプのような状態、コズミックイラでいうムーラフラガのような状態だったと考えることができるでしょう。通常の人間であれば、機械のセンサーのデータがバーッと来るわけですから、データストームで死んでしまうところ、エリクトはパーメットと調和して戦場の全体を立体的に把握することができた。そしてエリクトの思考によってルブリス AI が敵の殲滅を実行したと考えることができるでしょう。エアリアルのビットやルブリスのビットが変態的な動きができるのは、エリクトの空間認識能力があるからだと考えることができます。第3話で言及された景気的空間という言葉ともつながりますね。ここまで説明すれば、勘のいい方はもう気づいているはずです。そう、エリクトにしかないはずの空間認識能力をスレッタは第12話で手にしているのです。問題のセリフはこれですね。第12話で戦闘が終わった後の会話です。スレッタの発言、終わったに対してエアリアルはスクリーンを青く光らせて発言しています。そこに対してスレッタの返事、そうだよね。ここではエアリアルはミオリネさんを見つけなきゃと発言したと考えられます。そして問題の発言はこちら。見つけた。今行くよ、ミオリネさん。このシーンでスレッタは明確にビットを通じて、なぜかミオリネの場所を把握することができています。これは恐ろしい能力です。ここで重要なのは、スレッタ単体で空間を把握し、ミオリネの場所を把握できていたということです。第9話ではエリクトがスレッタに対して空間情報を教えてあげていました。スレッタは、え？こっち？というようなセリフがあったように、スレッタには空間認識能力はありません。今まではエリクトが場所を教えてあげる、スレッタがその情報を受け取って動くというコンビネーションだったんです。しかし第12話ではその構図が崩れています。そもそもエアリアルの発言を示すスクリーンが青く光ることや、フォーンという音も鳴っていないのに、スレッタは見つけたと言ってます。本来はエアリアルが何かを発言し、スレッタが、うん、わかった、ミオリネさんはそこにいるんだね、今行くよ、というような会話が本来あるべきセリフです。しかしそうではなかったということは、スレッタ単体に空間認識能力が備わったシーンであると考えることができるでしょう。つまりこれ、スレッタにエリクトの空間認識能力が映ったシーンであると考えられます。今までにないスレッタの新しい能力はなぜ発現したのでしょうか。考えていきましょう。なぜスレッタは新しい能力を使えたのか。それはエアリアルの中にいるエリクトの意識とスレッタの融合が進んだことが原因です。一体なぜなのか。これは今までも説明してきましたが、プロスペラの発言から明らかにエアリアルの中には何かがいる。そしてそれは娘のような扱いがされている。魂の形が実験服を着たエリクトと同じだからという理由から、エアリアルの
の中にはエリクトがいると考えてきました。そこからプロスペラの目的はエリクトを引き出しスレッタと同一化させる、インストールさせることが目的だと考えてきました。ここから分かるのはパーメットスコアというのは単純な戦闘力を示すものではないということです。パーメットスコアとは人間とパーメットがどこまで同調するか、人間がパーメットに備わるデータや意識を共有する能力をどこまで同一化できるかというスコアです。このスコアが進めば進むほど人ではなくなっていくことを示しています。第11話の発言からプロスペラの目的はパーメットスコアを上昇させることであると分かります。パーメットスコア6では足らず7、8、9と上げていく。そしてそれが進めば進むほどエアリアルの中にいる何かとスレッタが同一化していくと考えられるでしょう。だからこそエアリアルは早すぎる強化を受けたのです。プロスペラはこのスコアをより上昇させるための仕組みをエアリアル回収型に施したと考えられます。つまり強化型エアリアルとはスレッタとエリクトを同一化させる拷問器具であるとも捉えることができるわけです。そしてもう一つ説明したいのはエアリアルが強化されたことの意味です。今までルブリスとエアリアルの関係性は不明でしたが、今回のエアリアル強化によって関係性がより明確になりました。ルブリス、エアリアル、エアリアル回収型はいずれも同じコアブロックを使った機体です。エアリアルとエアリアル回収型は分かりやすいですね。同じ魂が乗っていて胸部も形状が近いです。回収型とエアリアルは大幅な改装を施されましたが、コアブロックは変えられなかった。このことからルブリスとエアリアルも同様のコアを使った機体であると考えられます。ルブリスのコアブロックにはエリクトと高度なルブリス AI が入っている。だからこそコアブロックが変えられなかったわけです。コアが変わっていないことからもエアリアルの中にエリクトがいる。そしてプロスペラの目的はエリクトをスレッタの中に下ろすことだと考えることができるでしょう。そしてエリクトの意識や能力が明確にスレッタにインストールされつつあるということを考えると、第12話最終話のサイコタヌキのシーンも辻褄が合いますね。エリクトの能力や意識がスレッタに降りてしまって、母親からの洗脳もあって倫理観をスレッタは失ってしまったわけです。人の死を理解できない4歳児に脳の一部が戻ってしまっていた。人間が罪を感じる脳の領域は前頭皮質の一部分だと言われています。スレッタはその一部分だけがエリクトの状態に戻された。そしてプロスペラの洗脳もあって最後は笑うことができた、というかもう笑う以外の反応ができなくなってしまっていたと考えるのが妥当でしょう。エリクトの真相は第2期で明かされていくはずなのですが、第2期ではスレッタとエリクトの融合が進んでいくはずです。スレッタの幼稚な発言や倫理観を無視した行動が第2期の序盤では続くと考えられます、ね、どうにか途中くらいでスレッタにはそれを脱却してですね、もう最高タヌキから我々の可愛い水星タヌキに戻ってきてほしいですね。スレッタにはスレッタとして成長してほしいなと思います。皆さんは第2期のスレッタの性格はどのようになると思いますか？ぜひコメント欄で意見をくださいね。このチャンネルでは引き続き水星の魔女の解説考察上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。チャンネル登録ボタンを押すと私のパーメットスコアが。それでは皆さん次の SF でお会いしましょう。誰も聞いてないのでおまけコーナー、ちょっとおまけで2つ伝えたいことがあってですね、まずもうここ数日声がガラガラで本当に申し訳ないです。最終話見ててですね、もう叫びすぎてもうメンタルガタガタで声も枯れてしまって、こんな声でね動画を収録せざるを得ないというのがね、申し訳ないなと思ってます。であともう一つ、これは嬉しいニュースなんですが、魔女ラジでですね、公式のラジオ放送ですけれども、ミオリネ役のリンさんの、発言でですね、英語字幕がやばいみたいな考察があったみたいな発言をされてたんですけれども、もしかすればうちのチャンネルを見てくれていたのかもしれないですね。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。もし違ったらごめんなさい。